ちょうどあのお店から、も数分のところにグラベルの始まりがあって、そこをこう、はい、河川敷を北上していくっていう感じだったんですけど、まあ、結果、まあまあハードやったんですよね。いやもう、<laughs> もうみんな騙されたって言ってましたから <laughs> <laughs>、ね、パン買いに行くユルファライドでちょっとグラベルあるよみたいな。そういうの想定して言ってたんですけど。はい 全然きついっすまあまあハードになっちゃったっていう途中からグラベルだったのかっていう気もしますただのオフロードじゃないかそうな普通にジャングルですね何ジャングル合戦期の関門が3つぐらいあったんですよね大阪放水路でしょを登っ登場してくるんですよねそうですそうですそしたらねまあ枝がすごい遮ってくるような道を通りながら 本当にずっと河川敷でいたわけです。いってたんですよ。いや、もう、まさか河川敷で遭難すると思わない。あの、まあ、僕らどこいるんだろう。前、前走っていっちゃうし、みたいな、なんか。普通はある地点で上登りますよ。ねあそこ。そうですよね。登らないっていう、そのまま突っ切ったんです。もう、担ぎも入りますから。担は。やばい。やばいっすね。ある程度、その河川敷特有の横に、こう、長い。なんていうんですかね。 大波で、はい、段差がずっと続く大波でがあって、<う>これちょっと厳しいなと思ったんですけど、<laughs> あのマウンテンバイカーの人が一緒に来ててですね、<laughs> いけるいけるんとか言って、<の>逃げ道を教えてくれたダ。ダメじゃないです。た <laughs> だ <laughs> の責任転嫁じゃない。<laughs> <laughs> あ、じゃあ行きましょうかとか言ってさあと言ったら。 結局最後みんなどっこん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 なになり <laughs> あれはあのただの自転車の耐久試験みたいな感じですよね。<laughs> <laughs> <laughs> になるっていうまあ楽しかったですけどね。でその後あの砂浜みたいなところをさーとなんていうかなシングルトラックみたいなところがあってそこ走ってたんですけど先頭がめちゃ速かったんですよ。<laughs> <laughs> 極楽地マをいつも登ってる方が先頭になって。 スッとこう進んでいくんで、まあまあなスピードになって,て <laughs>、うん、お客さん2人置いていきましたけど、村上さんが一緒に行ってくれましたけど、一番最後で、<laughs> そのちぎれた人たちを吸収しながら走ってくれました。<笑><笑>気づいてはいなくなったっ,ってな <laughs>、なんか、先頭集団が結構早かったです。なんか、<上>終わり際に LINE が来て、池田さんから、僕、あの大丈夫ですかって LINE 来て。<laughs> <laughs> 後ろが見えない僕、僕ら先に、先に行ってるんで、気をつけて行ってください。分かってますって思って見えないぐらい先に行ってた、なかなかですね。みんなハイペースでした。僕の朝練も割と、早い。放置していきますけど。みんな放置す。まあでも僕は毎回迎えに行ってますんで。でも、皆さんも、あの、 置いていくことはないん、はい、<laughs> でってます、ね、その方。誰かが迎えに来てくれる。放置はない、ね。うんです。忘れられなければ。<laughs> <laughs> <laughs> というところで。はいはい、ええー、今日始めていこうと思います。はいはい、えっとですね。あ。この。まず、このポッドキャストの説明をちょこっと、えー。初めて聞いた人のために入れておきます。えっ、ー、と。このポッドキャストは広島の自転車店のグランピーの。 えー、営業終了後にスタッフ、メカニックが雑談するというものになってます。ね、内容はもうその時々でいろいろあるんですけども、えー、主に自転車に関することを話していくというポッドキャストになります。で、今回は冬の対策についてということでお話をしていきます。まあ はいこの三日前ぐらいから突然気温が下がってですねいきなり冬になったんですかどねマジでやばいっす凍えます今月の最初って僕短パンと半袖でおったっすもんいやそうです確かにそうですよねでなんか暑いなって言ってたら今も無理っすもん雪積もってますもんね 昨日降りましたもんね。山の方白くなって、秋はないっていう感楽ここらくもったらしいね。あす突然、夏、夏、夏冬みたいな感じですよね。秋なるかなと思ったらならなかったみたいな。台風もなかったですもんね。確かに。なんか春ぐらいに来たっきりですよね。そうですね。変な感じですよ。 確かそんな突然冬がやってきたんで冬の対策をちょっとみんなに聞いていこうというところですしっかり対策しないと危ないですからね危ないですね危ない危ないですよ皆さん冬の怖さを分かってるかどうかああなるほどじゃあもう最初にどんな対策をしてますか竹野島どんな対策恐ろしい冬 おしい風ですね。うん、ああ、あれですね。あんまり体湿気なささないように。湿気、あの水で濡れないように。<laughs> 濡らさないように <laughs>、うん、なんか、そこ、肌が濡れないように。肌が濡れないように。汗はしっかり外に出すのをちょっと。<laughs> なるほど。意識して。まあ、いんないいやつ来てますね。<ー> <laughs> やっぱり、こう。中濡れちゃうと。うん、あの。<coughs>

まああれだいぶあれあれですけどねあの持ってる持ってるというかドラマにしてるんで八甲田さん八甲田さんの折興奮事件ええちょっとそれ何映画になってるんですか映画になってますなってますええちょっと長いっすよ結構マジでもしっかり見れるいい映画です 見てみんかめっちゃ撮影が辛かったっていう話です。リアルな寒さ。リアルな、リアルに運んだにって。なるほど。リアル寒い中で。リアル寒い中で。やっぱう体を濡らすのはやっぱり足につながるんで。それが、それで描かれてた。描かれてますよ。なるほど。濡らさないようにって。濡らさないように。冷やさないように。冷やさないですね。濡れたら冷えていくから。 なるほどあ。そういうのを意識していいんだは使いますね。<laughs> すごい意識すご、ね、<れ>いすごい。怖いですからあれはなかなかの恐怖ですよ。よなるほど。<あの> <laughs> すごいな。<laughs> そこも発行だで学びましたから。<laughs> <laughs> すごいとこと。う <laughs> らしちゃいけない。情報源がすごい。い <laughs> や冬とは何なんだろうかと。 すごい、す対策。対策。で、いんな、ちなみに、何使ってるんですか。な、お、知り合い。スキンメッシュ、あ、ファイントラックの。あれ、大事、あれ、すごくいい。なんか、あれとか。え、その、スキンメッシュの上は何し、来てるんですか。いや、ちゃんと普通、あの、今、そのメッシュだから。あの、最近は、あの、アソスなんかは来てますけど。ここは意識して。 なるほど皆さんが思ってる以上に僕はちゃんとこういつもつなぎばっかり来てるわけじゃないですから、ね、<laughs> ちゃんと上あのこう重ね着を何でしたっけレイヤーレイヤーを意識してやっております根性根性だけであの雪山は登れないです天 <laughs> 天に見放される天に見見放放さされれる <laughs> なるるなほど <laughs>、うん、へそういうのを意識してますね <laughs> 僕、朝練始めて、今から冬じゃないですか。どうしようと思って。今までずっとマウンテンだったけど、マウンテンって適当でもなんとかなるんですよ。ロードになってくると、やっぱりね、スピード速いですよね。スピードも速いし、なんていうの 暑くなるから、はい、汗もかくから、はい、で冷えちゃうのよね。その辺のこう寒暖差というかこの落差が激しいからはい、はい、あの辺の調節が難しいなと思ってあと末端末端っすね。この辺がねという末端はあれっすねあの唐辛子成分カプサイシン<ー>血管拡張するとなんかピリピリしびれてこないみたいな話を。うん 聞きますし、白河さんの映画でもやってましたね。それ何するんですか、その。あの唐辛子詰めるみたいな。唐辛子詰めて油紙で足を包んで。申し訳なたけど、ではあれ実際いいのかどうかよくわからないんですけどね。こう血管を広げるっていう熱を逃がすっていうこと。まあ確かにね。ちょっとあれどうなんですかね。どうなんだろうね。わか疑問で終わって申し訳ないですけど。あのあのジェル試してみたのに効果あんまり感じなかった。あんまり感じなかった。何でっつってあのジェルのあの。 スポーツバーム。スポーツバーム。まあ、そこまで寒いタイミングじゃなかったんで、あれなんかもしれないですけど、ね、めっちゃ寒い時にしっかり塗っとったら <laughs>、よかったかもしれないですよね。<laughs> ちょっと今度試してみちょっと試してみたい。うんうん、つま先にいるカ路あるらしいですよ。あ<ー>あ、ありますね。あれ、いいかもしれないですね。うん 試したことあるんですよねつま先の回結構汗でしけっちゃって<ー>酸素と反応しづらくなって熱が出ない<ー> <laughs> っていう事態に陥りました<ー>普通の時はいいけどっていう方そうですね結構汗かいちゃうとダメ<ー>だやっぱ酸化反応で熱を出してるんで、うん、それを阻害しちゃうかなって感じですね、うん、去年つま先にあの アルルミホイルまでなかったっけそれは僕じゃないです <laughs> 村上さんやってたんですど <laughs> ああ一回やってやめましたあれあとあと始末がめんどくさいです <laughs> ボロボロになって <laughs> あなでもそれで、あのー、靴底になんかあったかいインソールみたいなを、うん、どっか普通の靴屋さんで買ってそれ入れてました、うんえー、あれは <laughs>、うん ちょっっと良かたあのシューズも SPDSL タイプだったらシューカバーっていくらでも出てるんでどんでもなるんですけど僕の SPD なんでないんですよねあ下の穴の開き方がそうあの辺はちょっと困っててあとそのあのソックスの中に入れるトカバーあるじゃないですかトカバ 今ちょうど手元にアソソあるんだけど。<laughs> <ー>中に履くこれちゃうよね。これ単,これ単なるト0日場やろこれ。これは普通のやつですかね。シューズにつけるト0日場でしょ中に履くト0日場かもなんかあるんですよ。えー、それとかどうなんかなと思ってたりしますでも分厚い靴下は大事ですね。うん。それは替え、替えがあった方がいいです、靴下って。万が一濡れたとき。<laughs> <laughs> あの僕まあ雪の中走ったりするんでその時のあの替えの靴下はあのあるとないで全然違いますロングライドの時とかねはいはいやっぱ靴足先からやっぱ来ちゃうんでそうねまたもう我慢できないからね我慢できないです確かになどうしてんのかなと思って全然あれですけどさっき唐辛子の話出てたじゃないですか僕一人暮らしの時にあの エアコンもカーテンも何もなかったんで、そういえば唐辛子食べてました、僕。<laughs> <laughs> <laughs> カーテンカーテンも、あの、こたつも何も、暖房器具がなかったんで、<laughs> <laughs> 冬になったら唐辛子を買ってきて、唐辛子を食べて体を温めるっていうのをやってました。<laughs> <laughs> やばい人だ。唐辛子以外に何も。何もなかったからね、唐辛子だっ,ったね。 まあけったまるんですかままるるんんでですすよけどそれよりも寒さとかあったかさよりも口の中の痛さの方が増してそれどころじゃなくなるっていうそれで暑さを忘れると忘れる寒さか変な汗がわわっと出て <laughs> あのちょうどいいいやー、まあ、やりきらないっすいやそ、まあのはないっす <laughs> まあそうですね、うん、でもあれっすねあの カーテン、カーテンないって言ってましたけど、カーテンってすごい重要で、なんか、やっぱ空気の層、そうやね。あれなんで、まあ、ダウン持っていきますね僕。ああ、マジで寒いときダウン。ダウンあれば、まあ、最悪失敗しても、なんとかなる。最悪失敗してちょっとあの、レアミス。ダウンあればなんとかなる。なんか、ちょっとちっちゃく畳めるダウン持っていってますね。 これも買っこの間。です捨ててもいいようなやつ。捨ててもいいようなやつ。うん。確かに。そでね、聞きますね。ちっちゃくなるやつを。心配なときはダンですね。なるほどね。手先とかって意外とこう、二重にグローブをしたら効きますけどね。空気の層を作ってあげたり。やっぱり冬用の厚手のグローブをやっても寒いみたいなときがあるんで、そんなときはもう。 あのタクシーの運転手さんが使ってるような白いやつ、<laughs> あれをこう、スっと入れてやると、うん、もう、えっていうぐらいあったかいですね。まあ、なかなか良かったですね。うん、あとは、できればしたくないんですよね。<laughs> <laughs> まあ、そうですね <laughs> あの。してたこともあるんですけど。はい 1個で済ましたい。個では済ましたちょっとやっぱスマートに行きたいっすちょっとめんどくさいです。うん。なんかまあ、いろんな方法あるんですけど、テムレスとかそういうのもあったりするんですけど、スマートじゃねえなっていうのがあるんで。一時期使ってたね一時期あの、雨の日は使います。ウォーカンテムレス。ああ。高いのあれ。あれ、そんなにやったくないすただ、水が染みてこないのはやっぱり、雨の日限定です。 なるほどねまあでも手に関して言うと、あの、あれっすよ、まあ、最強なのは僕、バーミッツやと思います <laughs>。バーミッツ。<laughs> バーミッツ、ね。皆さん、どんなもんかかバ <coughs> ーミッツって、あの、ハンドルバーのところに設置する、あの何、何なんていうんですかね、あれ、ウェットスーツ素材の。ハンドルバーごとー。 ハンドルバーカバーみたいな昔のおばちゃんがおばちゃんのゲーきですねあれは最近見んいあれは見ないですけどあれ見ないですねあれ無敵っすねママチャリとかにもついてましたねあれはやばい無敵なんわかるんですよなんですけど手が置き換えれないんじゃないですかそうなんですあれがちょっと ドロップハンドルやったらもう下持てないってい、ね、うか、んうん、下持つにはもう一回手出さないけどね <laughs> 次ブレーキでば握れないっていう, <laughs> そう、はい、でもあれはですね、うん、あのなら素手でもいいぐらいのあったかさ、うんうん、いいっすよねあれ見た目はちょっと置いておいてですねロングライトとかのあれでいいかなと思うんですけどねああそうですね、うん ちょっとです高、ね、度高めで乗る時はときはい、ちょっと邪魔、自由が欲しいなって <laughs>、うん、<laughs> まあ正直手はい、e、いグローブ買えば解決する,あるすまあまあ。そうですね。い,いグローブ。だても今目の前にどこ三万円のグローブとか、二万円のグローブとか、いろいろあるんですけどね。 この差ってど何なんですかねあんでもあのな<ん>みなに向かい風からまずこう、うん、密閉というかウインドシールドっていうかウインドシールドがあるやつがいいですよね。うん、で入ってこない<の>。今今最通勤で使ってるのが一応マイナス対応のグローブなんだけど。はい 自転車じゃないんですよ。アウトドア用なんで、風邪進なんですよ。ああ、あれはやばいですね。めっちゃ寒いっていう。軍手とかやばいですね。軍手やばいですね。でも、あの、高級軍手、あの、なんだ。あれじゃないです。ディフィート。ディフィートとかの。あれは割とまだ行ける。僕も今日、高級軍手です。あれよかったですね。割と。 使ってる人もいいっすよねあれ普通に普段着でも使いやすいし。自分は今、<laughs> ラファのウィンターグローブ使ってますね。いいもん使ってますね。<laughs> いいもんなんかな。<laughs> いいものないでか。1>, <laughs> 1万円ぐらいで買えるやつ。 僕なんか恥ずかしながら100均の200円のグローブですから、ね。いやいや、ばい <laughs>、まあ。通勤だけです <laughs> アンバサダー <laughs> 通勤だけですけどね。<laughs> 通勤だけ。ガチで乗るときは、まあ、あれですけど。通勤はもう。うち,ゃちゃんとして手袋をしたの見たことないな。あ,あんまないっす、ね、<laughs> 今ちょうどないんで。 イントロのあのでかいやつあったりですか。あれ使ってたんですけど、もう皮がダメんやん。ああ、あれいいよね。あれいいですね。手のひらって抜けるんでしょ、なんか空気ですよ、あれイントロはすごいですよ。んかもともとイントロやってた方って、洋服いろんなデザインをされとったんですけど、一番難しいグローブに全振りしてイントロを始めたってり 手動くじゃないですか。動いて、5本の指が自由に、自由な動きをして、しかも物触れるし、手汗かくし、風防がなあかんしっていうので、結構難しいみたいですね。あれ、縫いたくないっす細かい。確かにね、どうやって縫ってんのって感じは。ほんまそうすね。まあ、その一番難しいとこ行って、なんか、ブルベ用の すっげえパッドが入ってるやつあるんですけど、うん、冬用の。うん、あれもブルベやってる人にもう徹底的に使ってもらって、うん、それをもうすぐにこう商品に落とし込んでできてるから、普通に自転車に乗る人には想像しないところにパッドがあるんですよ。<laughs> <laughs> 確かにね。ちょっとインテル欲しくなってきた、ね、<laughs> あれもいいわあれ <laughs> 今日も何人かイントログローブ買って帰りましたよね <laughs>。ああ、あれは本当にちょっと補充しとこう。今のあるじゃないですか、人気のステルスファイブ。ファイブはい。あれって何度まででしたっけ <laughs> あれマイナスいけるんですかいや、0度じゃなかったでしたっけ確か0やったと思います。うん、なるほどね。イントロなですか、試すか。ちょっと良さげですよね。うん もうなんかすごくさきテ周りはもう何とかなりそうなんですけど顔周りとかどうなんですかね耳とね耳と顔周り以外に防御が口周りとかなんか上にこうネックウォーマー上げてなんかこうこうスカーデル水分でめちゃめちゃになるんでかいなんで結局も我慢したはずなんですけど耳だけ耳だけ帽子についてるやつかキャップにはいはい やつとか帽子かぶるんだと頭寒いし痛くなるもんね痛くなりますねヘルメットの通気をすぎてエアロヘルメットが良かったりするんですかそういえばイントロの人に前聞いたんですけど本当にあったかいものがいいなら あの5本指じゃなくて2つ 2> あああの 2> ミ,ミトンっていう,、ね、<ー>うんですかねミトンんですけどんかまあ,あの料理とかいうやつはかです、ね、あ,あ,あれがいいそうですうやっぱ空気の層がその方ができるからそっちの方があったかいよただその自転車やと操作するときに難しいんでそこですけどねって,う,か言ってうーっとったの今思い出しましたいい、ね 3本指ぐらいにしとけばいいんですかね薬指と人差し指はななんじゃいわ小指と薬指は一緒でもいいけどそうですねあとは分かれてほしいですねんか DI2 ならワンチャンいけすかね DI2 は全てを解決する DI2 で解決するやっぱり空気の層が重要なのかもしれない 濡れないことと濡れないこと,と空気の濡れでも破産してくれることかっそうですねめ汗かいちゃないです、うん、汗かいてもいいんですけどしっかり出さないといけないです、うん、<laughs> あのバッグ背負うとまずいかもしれないね<ー>バッグそうですね、うん、背中に汗が溜まっていくんでうん、まあでも背負い続けとけば <laughs> 逆に入らなければいいんじゃないかなって気もします <laughs> <laughs> でもアソフの,あの冬用ジャージも 背中メッシュやんか。メッシュですね。うん、ということは相当背中には背をか,くかきますよ。それをだってバックっ止めるっていわ <laughs> まあもう絶対外さねえっつって。あれよ、ねはい、あったかいだけならなんぼでも対策はできるんだけど、暑くなるからね。うーん その辺は難しいよね,ね、うん、ずっと立ってるだけやったらいいんですけどね、うん、もう取り,取り切ればいいんで、うん、体熱くなるし前から向かい風作るしそう標高も変わります、ね <laughs> ねうん、汗逃がさないけんしいやーなかなか過酷ですよ自転車 <laughs> <laughs> ちなみに、毎年年末になったら、ラファのフェスティブ500が始まるじゃないですか。始まりますね。今年はどんな格好で行くんですか今年はもうアソスです。アソス。 あ、そうっす。去年は何？セブンメッシュっす。その前は。その前つなぎです。進化してます。確実に進化してる。去年ジャージで行った。去年ジャージです。去年はあのジャージしっかり。なんとでもなりました。やばいこともなく。やっぱりジャージっていいなって。 でも5 0 0キロ達成できなかったっすよね。ねああ <laughs> ジャージなのに。ジャージなのに。つなぎの時は達成できたんですけど。<laughs> <laughs> え清水さん、じゃあ今年はフェスティブル、はい、やってみようかなと思いますけど。ジャージですか。ジャージじゃないと、しんどいっすよね。しんどいっすね。<laughs> ね <laughs> なるべ快適に行きたい。快適 <laughs> にきたい。<ー>もう凍りました。<laughs> もうつなぎとピスト縛り。頭おかしいなと。二 <laughs> 年前のフェスティブ500。雪もなかったっけ？はい、雪もなかった。雪もありましたよ。すごい、ね。去年もありましたけど。うん、ボトル凍っとった。凍りましたね。シャーベットになりますよ。なん <laughs> であんな元気だったんやなう。<laughs> <laughs> 村上さんも今年もやります今度はパンクしても大丈夫なのにそうっすね僕は僕はジャージ以外ですよねもう冬用ジャージも全部揃ってるんですかもうあのセブンメッシュをあじゃセブンメッシュねラファーもなんかいろいろ持ってませんでしたラファーは夏用ああ夏去年揃えたセブンメッシュが冬用であるんでなるほどいいですねビブタイツだけ ダファーですねそれ<ー>にあのセブン・ミッシュのアームレッグウォーマーとアームレッグウォーマーだけかれあれビブは夏用なんですかビブは夏用のカーゴービブおー強いっすねとりあえず僕の場合はそれで大丈夫なんで、ね、上半身がちゃんと保温できていれば足は結構耐えれますもんね足はまあつま先とかしんどいすけど 全部、秋までしか対応してないからな。秋までしか対応してない。インナーはいいのあるんだけど、レッグウォーマーも持ってるけど、全部ないからな。一から揃えなあかん問題を。冬用は揃えなあかんっていう。そうかね。冬、あれですね、快適に走れたら気持ちがいいですよね。寒さにここで我慢して走るか。 そ最初は走り出しましょうがないからいいんだけど、うん、ずーっと寒いとかって、何してんだろうと思って。いや <laughs> <laughs> 冬のサイクリング僕も好きなんですよ。景色がいいっす。<ー>雪の山とか最高です確かにね。うん<ー>、まるで雪の宿の,あのお菓子の、<laughs> <laughs> あれの風景ですよ。相当雪降ってるね。<laughs> <laughs> 非常にあの、秋を歌ぐらいまで行くと、非常に綺麗です。皆さんもあの、雪降ったら出てみて、どう？雪降ったもトレーニングには行くけどね。いやー、いいですよ。小腹も行きましたよ。本当綺麗です。帰って来るのが結構ギリギリな状況じゃないいやー、ギリギリなですね。 休みの日はし腹は休みの日に気をつて。あっきが終わった場あれだったっすね。仕事前に行けた。<laughs> <laughs> <laughs> あとはおかしいね。やるないいっすね。いな冬の対策。冬の対策。<laughs> そ,そんなもんですか。そうっすね。 僕はサイクルキャップがちょっと分厚くなっていく感じかなあ<ー>あの耳をかぶさるやつがつまっそうねたりキャップ自体の,あのがウールになっていったりうん耳も結構やられるんう、うん、耳ね耳が痛い <laughs> <laughs> 想像するのだけでちょっとんか耳が熱くなってきて <laughs> <laughs> 耳が熱くなってきた <laughs>、ね、この間でもアソスのあの今ポップアップやっててはい、はい、その説明してもらったじゃないですかはい、はい、その時聞いてるのが夏のウェアは冷やすためにあるっていうので聞いて、うん、あこりゃ冬用がいるわと思っていやいりますよねあれ 聞いいたらやばっすそれ聞いたらちょっとビブショーツやべえなと思うんで。たけちゃん今履いてんのよね。あれめちゃくちゃいいっすあれ。裏着物、ビブショーあともう。で、足のやつ使えばレグムあれば。うん、あれ完璧っすね。あれいいなそうすね。ビブタイツほどビブタイツはもう冬しか使えない気がして。 ショーツやったら秋、春も使えそうですね。武ちゃん、あの、まだ暑かった頃に履いとったやん。はいはい。どうやった暑かったいや、下は暑くなかったですけど、上は暑かったですけど、下は全然、下の温度差はあんまり、それに着心地の良さの方がびっくりしたねど。へぇのえブタイツはちょっと気になりますね。いや、いいっすよ。 ビブかビブスショーツとレクオーマーねそうですねそれさえあれはまだ在庫あるんすかねあのここキワキワだあれキワキワあれいいっすよね逆ハイレグみたいなやつねそれだけ入ったらやばいやついやそれだけ入ったら何してるんだっあれ絶対いいっすわ大事なとこだけ現れちゃってる隠れてない隠れてない いやいや、あのレッグウォーマーはも履かなくてもわかるあの良さです。想像できる。想像できる。たまらんす。たまらんな。ね。はい。なるほど。これでじゃああれですね。冬の対策もバッチリ。大まかな。ちょっとお金がかかりますね。 もうちょっとなんかあれですね、んかためになる。ものじゃなくか工夫みたいなのが欲しい気がします。工夫は何僕はですけど、ゆっくりこう重たいギアより軽いギアをちょっと早くこぐようにして体を温めるて、筋肉をよう動かして、通勤中とか寒いんで、いきなりこう。 猛烈にスキーデンスを上げて体を温めるっていう。なるほど。僕は結構重いギアを踏んじゃうかも。あ、うまっすか。特性じゃないかね。うん,う,んうん。この間、あの、朝練の時にタケちゃんが結構回しながら登っていくから、あ、回してんなと思って僕も回そうと思ったら、もうフワフワフワ,フワして、<laughs> <laughs> ついていけなくって。あ<ー>で、僕の場合、心拍が上がるだけで。 特に心配が上がる方が僕しんどいんで、うん。重いギアを踏んだ方が僕は合ってんなと思いながら。ああなるな。僕もそのタイプだったんですけどね、重いので。若い子はすごいクルクル回して早いんで、ちょっとまねるようにしてるんですけど。まあ、した方がいいんだろうなと思いながら。うん。ジャージでないときとかは、なるべくこう、熱っていうのはちょっとでも感じたらすぐ抜ぐようにしてますね。あれです。 いい,いいベースレイヤー着るのが多分ああすごく快適だと思います。それは、うん、のあの担当の方も、はい、まずは内側からって言ってましたね。うん、そうそう。何から揃えたらいいやってっら、うんやと言まず内側のインナーから揃えていく。肌に近いところからとか。ですね。インナーはちゃんとしたやつが、うん、いいですね。 間違棒を引いとって、棒を引いと。ヒートなんだろ有名な話ですけど。ありますね。運動用じゃないんで。運動には向かないよという。推力が高いんですよね。高すぎるというか。そう、アソスの時とって、あの、あ、なんだっけ。 メルノール、もう割と保水力高いって話で。去年、そういうメルノール100%のやつ走ってたんですけど、いけたんですよ。結構、悪くなかったです。ロングライドという淡々といくような感じか。強度がそこまで高くない場合はメルノールの方がいいみたいな話を。そうですね、保温力が高いんで、本当の極寒とかになってきた時ですね。 強度高い時は河川でちゃんとこう糖質というかしてくれる方がいいみたいな話でしたよね。確かに強度低かったかもしれないですね。長く走るのが目的で走りだったっすからね。<laughs> うん、ガチガチになったらそっちはいいんでしょうね。うんうん、あとは体の中心を冷やすなみたいな。そうですね。うん 太い血管がある場所とか覚えておいてもいいかもしれないですね。首とか股の間とか心臓とか冷やさないようにそこを結構意識してやってやれば。いやネックウォーマーは結構効果大っすね。すごいあったかいですあれ。あれもね僕結構汗かきなんですよ。ネックウォーマーもしたいんですけど汗かくんですよ。あれが嫌で。かなり。 かないですねタートルネックタートルネックタートルネッれるんじゃないですかもうタルタルなのセブンメッシュのやつ使ってますけど極楽寺登った時は汗かいたんですけどそこまで不快な記憶が残ってないのでだってセブンメッシュいいじゃないですか通気性めっちゃいいじゃないですかあれはいいやつですよ いやちょっとネックウォーマーはセブンメッシュにしようかな。<laughs> <laughs> 一つ一つ最,最高にいいやつを。<laughs> アソスはビームで。手 <laughs> 袋はちょっとあのイントロさんが。ちょっとかイントロ気になりますね。うんうん、アソスは、うん、このたまに良さそうですけどね。今手元にありますけど。うんまあ、かっこいいっすよね。うん、かっこいい。 そうっすウルトラズってのはめっちゃあったかい冬用。冬用ですよね、うん、さらに GTO ってのは。いやー、<laughs> 最上級。で <laughs>、うん、すね。冬対策。どこサングラスとかちょっと手みにやってます、はい、冬とか。ううあんま関係ないですか、ね、いや、一応持ってってます。でも僕、今乗ってるの基本上りになるんで。 ああ上りの時はもう、もうヘルメットのここに、上にかけて、はい、もう汗垂れて見えなくなるんで、ああ下りの時だけですね。まあ、冬はいりますよ。す目、チカチいなります。はい涙 <laughs> <laughs> どういういいこといやちょっと過去の思い出が <laughs> <laughs> 雪,雪が大変だった眼鏡<ー>はいります雪なそんな感じですかね靴か靴欲しいんすよね <laughs> あの 超冬用の靴があるじゃんかあるんですよあのあ <laughs> あ方か,かんないけどあのジローのやつがちょうど僕のサイズが売れ残ってるんですよあ、ね <laughs> まああ,まああるの、えー、なんかあの防水完全防水のなんか、うん、ちょうど僕の売りあこ,れ、えー、これはあれかってこのために残ってるんかな <laughs> 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 そうなのよね靴,靴,靴冬だけ SL にしようかな <laughs> 冬だけ SL? <laughs> 確かにな。その方法あるもんね。うん、うん、うん。まあそんなところですかね。そんな、はい、ところですかね。はい。うん、そうしたら、<あ>えーっと、これいきましょうか。グ,、えー、っとメカグランピーの <laughs> メカニクルバックヤードは、えー、Apple のポッドキャストと Spotify と Amazon ージックと Google、えー、ググポッドキャストで配信中です。 え番組へのコメントはハッシュタググランピーバイクポッドキャストで投稿お願いしますはい冬が来ますよこ,これでもう冬大丈夫ですかうん。大丈夫ですよもう大丈夫 <laughs> ちょっと憂鬱な気分になりますよねすね毛生やすと意外と暖かいかもしれないですね 空気の装を作る。はい、空気意外といける足はね、確かに僕昔ラファのこのクリーム塗ってたけど、あれは塗るだけでまあ、なんか違う気がする。クリームてた時塗ってたけど、シクロ半端だからで。クリームな。クリーム、ちょっとクリームを試してみたいですね。あの、さっきのんだっけ。唐ガ子の唐のあの。 クリームス、バーブ、バーブバーバー、スポーツバークかあ。あれあるんでちょっとやってみましょう。<laughs> <laughs> 今週の土曜日は、塗りたくていきましょう。はい いテテカカにすぜひ、あの、唐辛子も、あの、口に含んで、ちょっと行ってみてください。それは行きなさい、います。いやいや、手塗らんほうがいいですね、多分。こう、こんなことしたら目が。いや、顔を拭ったらもう。いや、楽しみですね。はい。はい。はい最後は唐辛子ということで。はい。しますね。では、今日は、これで終わります。はい。はいありがとうございます。ありがとうございます。